人間道は中華民国の軍人。中華民国維新政府。南京国民政府において、軍事の重要な地位についた人物で、特に校舎では、陸軍、海軍の双方を事実上統括した。名は、領彩、または領彩。号は、カ安ア固定陸軍軍艦学校を卒業後、日本に留学する。陸軍主官学校で学んだ。 新害革命が勃発すると帰国する。孫文廃下であった、北伐内族軍第四軍軍長小田,田氏の下で、軍参謀長にまで昇進している。1935年12月、被殺政務委員会外交委員に任命されている。1938年3月、両大取氏が中華民国維新政府を樹立すると、任意道地処理水税部部長に任命される。 7月、正式に就任した。1940年3月、一新政府が、王朝明の南京国民政府に合流すると、任は、軍事、委員会常務委員権軍事参議院副委員長に、任ぜられ、代理委員長を務めた。翌月、蘇節官参照水税軍総司令権、水税軍官学校校長に任じられる。5月には、代理会軍部部長も兼任した。翌年1月、 第一方面軍総司令に任命されている。1944年11月、チャンスー省省庁兼軍事委員会中訴訟、水薦主任公所主任兼チャンスー省保安司令となった。日本敗北後、人間道は、紹介席の国民政府に投降する。南京先見軍司令として、チャンスー省と南京の治安維持への従事を命じられ、さらに、蘇州臨時警備司令部も務めた。 後に、軍事委員会中上参議に任せられた。上海陥落目前の1949年はじめに、香港へ逃れる。その数年後にさらに、カナダへ亡命し、ここに定住した。1980年、カナダにて死去。去年91。ありがとうございます。